こんにちは。羊毛戦チャンネルです。今回は皆さんに気をつけてほしいことを言います。ハロウィンに爆破あったじゃないですか。で、その次の行事みたいなので真っ先に思いつくのはほとんどクリスマスだと思います。クリスマスに爆発することは容易に想像できるじゃないですか。だから、できるだけ外出しないでほしいです。